ドジャースは25日、日本時間26日、自動車メーカーのホンダと電気メーカー、ソニーの共同出資会社で22年9月に設立されたソニー・ホンダモビリティが手掛ける自動車ブランド、アフェーラとパートナーシップ契約を結んだことを発表した。写真、ブリンバンバンボーンを披露するクリーピーナッツ。この契約の一環として、今季の本拠地の試合では、アフェーラ、 の電気自動車が見られることができる。さらに、7月20日、同21日の本拠地レッドソックス戦前には、日本の人気ヒップホップユニット、クリーピーナッツによる米国初のパフォーマンスを公演する。大谷翔平投手、29、山本由伸投手、25が今季から加入したドジャースは、日系企業との契約が続いており、 これまでも全日本空輸、ANA、航空、東洋タイヤ、タイヤ、講和、医療品、ダイソー産業、100円ショップ、日本関財センター、専門商社、構成、化粧品、木下グループ、住宅等、THK、機械部品、ヤクルト、飲料銀だこ、飲食、と契約を発表しており、11社目の契約発表となった。